現在の気になるコンディションいかがでしょうか。前回ボロボロだったんで、そのボロボロを引きずらんようにこう、まあ、しっかりケアとか練習はしてきたつもりではいます。サマーナイトということで、はい、どのような調整されてきましたか。グレードレースなんでしっかり疲れは残さないようにと思ってはやってきました。自転車の調整など何かされたことはありますか。4年前ぐらいのやつを引っ張り出してきました。今回練習は悪くなかったですけどね、レースでどう出るかですね。函館競輪場相性の方いかがでしょうか。ナイト走った時の方が成績が良かったですね。はい、で自分に聞かせて頑張ります。初日どのように戦われますか。自分が松原さんの前で自力で頑張ります。最近の不甲斐ない感じを何とか奮い払いたいんで、はい、宮杯から決まってないんでしっかり今回いい連携をまた見せていきたいと思います。